はい、どうも皆様お世話になっております。マッキナ YouTube のお時間です。はい、こんにちは、マッキナの太田です。はい、どうもマッキナの近藤です。めっちゃ普通やった。はい、安心。いや社長逆にこっぱずかしい久しぶりにこう普通に言うと、もうですね、こっぱずかしい、何百回ぶりでしょうこれは何百回ぶり、今まで散々チョケにチョケ続け、とりあえず今日は一回ね、原点に戻ってみようと思いまして。ああそうだよね、はい、まあ、これいいね。いいですよ、すごい綺麗。まあ簡単に言うとネタがほんまになかったっていうだけのことなんですけど、はい、いいわいいわ。いいですか、うん、はい、まあまあね、あの10月入りまして、はい、ね、そう、10月初めの YouTube です、ね、そうですね、だんだんとね、ようやく季節の方もちょっとこう、うん、秋めいてきたとか。そうね、とかって言いますか何やろ、何もないですけど、ね、朝晩涼しい。そうですね、うん、だいぶ今もすごい涼しいね、え、本当に。ちょっと半袖やったら夜はちょっとヒヤッとするかなっていうぐらい、ね、そうやね、薄手のパーカーとかちょっといるかなぐらいの感じになってきましたね。ね、うん、はい、まあ、こうやってね、あの10月こう秋めいてきまして、こう、ね、あのお出かけが、ね、しやすくなってきた時期ではございますが、うん、本日は10月5日の土曜日になります。はい、はい、で、まあ、明日ですね、10月6日日曜日、うちあの通常営業なんですけども、この辺選手地域、至る所でですね、明日午後1時から午後5時まで、だんじり祭りの試験引きがございますですね。はい、大通り等はね、大丈夫なんですけども、結構中の道に入ってしまうとこう迂回迂回をさせられるのでね、うん、ちょっと皆様、もし来られる方はちょっと お気をつけてということで、はい、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。すごい大渋滞に巻き込まれて収拾つかなくなるね。そうですね、うん、で細い道入るとね、はい、で車通してもらえるんですけど、だんじりが通るまで動けないとか、まあ、そんなこともありますので、うん、そうだね、はい、できるだけまあ大通りとか、まあね、を使ってお越しいただくようお願いしておきます。はい、お願いします、はい、えそうなんですよね、はい、何がそうなんですか、要は、はい、まあまあね、はい、大体こんな感じですはい、でですね、まあ、ちょっとね、私事なんですけどね、はい、昨晩ですね、通勤用のね、軽音ございまして、これもちょっと中古でね購入をしたんですけども、うんうん、ちょっとね、いろんなこうエンジンオイルとかね、ブレーキパッドとかタイヤとかはね交換していってたんですけどね、ブレーキオイルがまだだったんですよ、うん、で、ちょっとうちのピット長のね、西さんにちょっと手伝っていただきまして、うん、ブレーキオイルを変えたんですね、うん、なんとですね、むちゃくちゃタッチ良くなりまして、おー、やっぱりそうやよ ね、 やっぱりブレーキオイルは本当に大事なので、はい、なかなかメンテナンスの中でも後回しにしがちというか、まあ、ブレーキオイルを変えないといけないということを知らない方もやっぱり世の中に多いと思うので ね、 ブレーキオイルの特性として、吸水性がいいので水分を吸いやすいんですよね、うん、でやっぱりブレーキラインをサルサしたりという、まあ、いろんな問題がありますし、うん、空気、ね、が入っちゃ う、ね、エアガミというのもあるので、すごくまあ怖いことなので、うん、ブレーキオイルもやっぱり定期的に変えないとということですよね。だからまああのお家の車ももちろんそうですし、趣味の車 の、 その、まあ、スポーツ走行をたまにするとかね、はいはい、そういう車もなおさらなの で、 そうです、ね、はい、よかった、まあね、こんちゃんがでもそれをね体感すごいできたりね、まあ、ブレーキオイルってまあ確かに今ね社長言ったみたいに交換するのっていうのもあるんですけど、まあ、僕らの世界ではねやっぱり2年に1回ほど、ね、やっぱり交換するっていうのがあるんですけども、うん、まあこんだけタッチ変わるかっていうぐらい、うん、というかお前変えてなかったんかいっていうと突っ込まれるかもしれませんが買った時に交換をしてくれてたみたいなんですけどね、買った店でね、うんうん、まあまあまあそこからもう2年以上経ったのでちょっと変えてみようということで、うん、まあまあこんだけまたタッチが変わるかという形だったので、うん、すごい、ね、改めてね、うん、まあね、こう大事に乗っているねお車ね、うん、まあそういうブレーキってちょっと結構ね何かあれば怖いものなので、うん、ね、ほんまにそう、はい、早めのねメンテナンスというのを、うん、はい、ちょっと推奨したいなと、はい、はい、思います。素晴らしい、はい、やっぱりねこう自分で体感したらお客さんにやっぱり勧めれるもんね、はい、ですね、エア噛んでたんやね、ちょっとそうなんですよ、エア抜きの時ちょっとエア出たもん、ね、出た、そうですね、ああ、そうそうそう、だからこれをほっといたらねちょっとまた
よろしくないことが起きたんじゃないかと。ほんまにそうや、まあ、ちょうどいいタイミングでできたかなと思いますのでね、まあ、皆さんもね、うちの車そんな変えたことあったかなって思う方はね、うん、別に車種何でもいいんで、うん、またね、お越しいただいて、うん、そういうの交換のねご依頼も、はい、していただければと思いますので、はい、はい、その通りです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うっす、はあ、今日もようしゃべった、ようしゃべったな、はい、うまいな。というわけで最近俺あんまり喋ってないな。そうですね。いやもうじゃあ次の時もちょっと僕一切喋れへんと言うの言って。いや、ね、もう全くもうカメラしか回してない。まあまあそんなんね、動画はさておきまして、はい、はい、さておきまして、はい、そろそろ、日々の動画の方も行きたいと思いますが、はい、はい、今日はですね、アバルト塗りにちょっと朗報がありまして、新しいね、デジタルインナーミラーというのが、まあ、発売されまして、すごくいいものなのでね、ちょっと、その動画も撮れてるので、はい、チェックしていただけたらと思います。はい、はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらは、まだご納車されて30キロの走行距離というね、本当に新車で、ご依頼をいただきました、T 様のトヨタのライズになります。今回はご納車前にね、いろいろ、予約の方をいただいておりまして、気をつけるプランがこちら、早速の上げ系プランになります。まず、こちらのね、田辺のアップサス、UP210 こちらの方でね、車高を上げさせていただくのと、タイヤホイール、これは大人気の、ロデオドライブですね、こちらのワンピースのブロンズモデルをお選びいただいております。で、横浜のジオランダー XAT こちらのね、新しい、タイヤの方で、ちょっと直径を上げて、上げ系スタイルにというね形です。でまたね、当然新品なんで、このホワイトレター、ブルーの、コーティングがねかかっておりまして、装着時に全部洗浄して、白にするという、まあ、そういう形で、させていただきます。はい、それでやっていきます。はい、ライズに、田辺の UP210 アップサス装着完了です。こういう形の赤いねスプリングが純正ショックに組み合わされて車高が上がるという形です。でこちらリアも非常にこう全長の長いねスプリングに交換しております。こうすることで純正ショックを使いながら車高が上げれるというね、こういう形になります。はい、では、サスペンション交換がね終わりましたので、こちらの、ロデオドライブ、こちらの方を装着という形になります。はい、 T 様のトヨタのライズ、足回り作業すべて完了しました。はい、こちらが、ロデオドライブの 7M モノ、こちらのマットブロンズですね、こちらのカラーをチョイスいただいております。でこの横浜ジオランダーの XAT こちらの16インチでね、ゴツゴツ系の足回りというこういう世界観でコーディネートをさせていただきました。で上げたことでこのフェンダークリアランスがね広がりましたので、赤のスプリングもね、横から見えるというねこういう形、まあ本当に今トレンドのね、上げて、上げ系スタイル、こちらのね定番かなというところですよね。はい、もう本当にね、まだ30キロの新車でね、ご依頼をいただいたわけですけどね、またT 様のことですからね、これからいろいろ、カスタムご依頼をいただくとは思います。まあ、とりあえず足回りを完成させるというね、まあそういうことになっております。はい、こちらのね、梅チェンスタースタイルで、どんどんね、ドライブ楽しんでいただけたらと思います。いつもカスタムご依頼ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらは、いつも、サーキット走行をね一緒に楽しんでいただいてます N 様の、スイフトスポーツ、ZC33S の方になります。
今回はね、また10月の中旬に、サーキット走行があるんですが、それに向けて満を持してレカロシート、こちらのね、フルバキを入れさせていただきます。選ばれたのは RSGE、 こちらのね、シンプルな、ホールド性を持ったフルバキになりまして、これをつけることでね、車の動きが、まあ、挙動ですよね、腰でね、きっちり感じれるようになるというね、で、まあ、あのホールド性ももちろん抜群という、こういうシートの取り付けになります。はい、それではやっていきます。はい、 N 様のスイフトスポーツ、レカロのフルバケ装着完了です。はい、こういう形で、きっちり装着できました。こちらはレカロの RSGE っていうやつですね。非常にこう、ホールド性のね、高いモデルになりまして、まあ、ただ街中でのね、乗りよりもこのサイドサポートがそこまで言うほど高くないので、まだしやすいというモデルになります。で、エアバッグがね、純正のシートにあるんですが、エアバッグキャンセラーも仕込んできっちり配線もさせていただき、で、今このサイド、フレームのとこでね、シートポジション、こちらもね、きっちり補正をさせていただきました。 N 様はね、身長が180以上というかなりね、高身長の、方なので、ちょっとね、低めに設定をしております。はい、こういう形で、走行会でもね、非常にこうサポートがあって、ドライブしやすい、体でね、きっちりその車の挙動を感じていただける仕様に生まれ変わりました。はい、これでね、また10月中旬の、サーキット走行ね、楽しんでいただけたらと思います。はい、ご依頼の方ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらは、静岡県から新規ご依頼いただきました K 様のアバルト 595C になります。今回はあのメールでね、お問い合わせをいろいろいただいておりまして、取り付ける商品がこちら、リアのプランになるんですけど、まずブレーキのキャリパーカバーですね。で、リアの低ダストパッドで、純正ホイールを、ツラにね、持ってくるということで、アストのスペーサー、フロントとリア、こちらを装着させていただきます。で、今マッキナでね、大人気の、ニューテックのコンプブースト、これまで入れて、エアコンの効きも良くするというね、こういうプランでご依頼をいただいております。はい、ではやっていきます。はい、K 様のアバルト 500C に、リアの低ダストパッドとキャリパーカバー装着完了です。こういう形でね、キャリパーカバーは、純正キャリパー全体をね、隠すような方式で、まあ、あの金属製で非常にクオリティが高いものになっております。見た目もね、すごくいいです。で、純正ホイールをつらに持ってくるアッソのスペーサー、リアは 12mm をチョイスしております。フロントはね、ブレーキ自体がね、もう変わってまして、オレカ製のね、アバルト用のビッグキャリパーキット、こちらに、交換されておりました。で、フロントは面出し用のスペーサー 6mm をね、今回はチョイスしております。はい、ではホイールをつけて設置させて試運転となります。はい、静岡県からはるばるご来店いただきました、K 様のアバルト595の C。作業がすべて完了しました。リアなんですが、純正ホイール越しにはこう見えます。マッキナのね、赤のキャリパーカバーがこういう形で、主張をしております。まあ、フロントとね、イメージを統一させるという意味でも、すごくこう装着する、意味はあるんじゃないかなというふうに思います。で、前後とも面出しのね、スペーサーを入れさせていただいたおかげで、フロントがこういう面具合、フェンダーから糸を垂らしたところにタイヤが来てるというね。で、リアもね、非常に綺麗でして、こんな感じです。リアのあのバンパー側に、車検用のね、50度のとこをクリアする、樹脂パーツがあるんですけど、まあ本当にそことほぼほぼつら位置というね、とこで、設定できました。
K 様はダウンサスでね、ローダウンされてるということでしたんで、で原車計測をしてこのスペーサーのサイズに決めたという形です。で大人気の、ニューテックのコンプブーストエアコン添加剤もね注入させていただいたので、静岡まで、お帰りの道中でもねエアコンはよく効くと思います。でコンプレッサーのね負担も少ないので、燃費なんかもね上がる計算になります。はい、こんな感じでね、足元がちょっとこうイメチェンしましたので、ドライブをねどんどん楽しんでいただけたらと思います。はい、K 様、あの遠方の、静岡県からね、ご来店いただきましてありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。はい、こちらは、いつもカスタムしていただきます H 様のアバルト595のコンペティショーネになります。前回うちの、オーバーフェンダーキットで下回りのねスポイラーなど、フルキットをね装着いただいてすごいこう迫力のあるねボディになってる H 様なんですけども、今回はねマッキナ YouTube で初アップになります。こちらはコアプラスというメーカーの、デジタルインナーミラーになります。要はルームミラー、純正のルームミラーを取っ払いまして、こちらのデジタルインナーミラーに交換をするという形になるんですけども、デジタルインナーミラーというのはね皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、昨今のその高級車に、こぞってついてきてまして、まあレクサスとかメルセデスでレンジローバー系ねここら辺についてるんですが、アバルトにもね装着可能なモデルが登場しました。でこれはねデジタルインナーミラーだけではなくて前後のドライブレコーダーも兼ね備えてるというね、まあ、素晴らしい商品で、画像もむっちゃくちゃ綺麗なんです。ですからね、まあ、あの取り付けして、最後にね、動画の方を見ていただけたら、あのすごいレベルに、ね、なってますので、楽しみにしておいていただけたらというふうに思います。はい、では、装着の方を、ね、していこうと思います。はい、アバルト595に、コアプラスのデジタルインナーミラー装着完了です。こういう形で電源がオフの状態はミラーにねなっております。で、すべて交換式なので全く違和感がないですよね。あのルームミラーにこう被せるタイプもねありますけど、やっぱりそういうのよりね、一体物の方が綺麗かなというとこです。で、キーオンにしますね。そしたら電源が入りまして、デジタルミラーこういう形になります。で、今これバックがね映ってる状態、通常はまあこのモードになりますね。で、GPS を全部拾いますんで、こういう時計表示、日付で方位なんかも全て出るというこういう形です。で、フロントカメラはガラスのねとこにつけまして、後ろ、この、ここですね、リアガラスの一番上のとこ、ここにカメラをつけております。はい、こういう形なんですけどね、画面の切り替えが容易にできまして、タッチパネルで、これで今これフロントが映るんですよ。で、もう一回押すとね2画面表示、左側にフロント、右側にバックというねこういう形で映っております。はい、まあこういうねデジタルインナーミラーでね、盤もむちゃくちゃやっぱ綺麗なんですよね。で、僕実は自分の、コンペにもねつけてもらってるんですけど、何がいいかというと、あのルームミラーってもちろんあのミラーの場合は、自分の方向にちょっと向けますよね。そうすると後続車のそのヘッドライトとかが、反射して、眩しかったりするんですけど、これはモニターなので角度どこでもいいんですよね。こうやって上向けても下向けてもね、どこ見ても一定の、画像が映るわけですよ。まあ、もちろん後続車眩しくないと。で、僕なんかあの、まあ、サーキット走ることが多いんですけどね、サーキットでも後ろの車が見やすいこと、まあそういうね、効果もあるんだなぁとね、再認識をしたんですけど、まあこういうね、素晴らしい商品になります。
でドラレコもこれ内蔵なので、この前後のカメラでね、ドラレコになるわけですよ。でミニ SD カードをこの本体の上のところに挿していただくんですけどね、まあそうするとドラレコにもなると、まあこういうね素晴らしい商品がデビューしたので、ご説明をという形になりました。で H 様ね、早速、こうやってねつけていただいたわけですけどもね、まあこれで本当にナイトドライブ、まあ、あのお昼のねドライブ もちろんなんですけどね、夜のドライブなんかもすごくこう楽しくね、見やすくなるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、完成させていただきましたので、また今後のね、ドライブを楽しんでいただけたらと思います。はい、ご依頼の方ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また全国の皆様のカスタムの参考になればいいなと思います。で引き続きチャンネル登録高評価もお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画まで、さよなら。さよなら。